さあやっていきましょう。めちゃめちゃ久しぶりになってしまった焼きつくの実況、一月に一個ずつぐらい上げていくって言ってたのに、今日何、今日何、あ、今日11月1日だ11月1日ですよ皆さん。もう10月中に上げるつもりでずっとパソコンのこの設定をいじり続けてた。そういうところよ、そういうとこ、こうやってあの自流を逃していくんだ。まあ焼きつくの実況に、実況に自流スイッチ、森本スイッチ、そんな未来戦が。まあ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 、久しぶりすぎてもう何やらってなったけど、まあまあ特に変えることもないでしょう。もうあれだよ、日本シリーズも終わっちゃってさ、ダメじゃんそれはって思うわ2年目の清宮シーズンで、日ハムのなんかこう、日ハムのシーズンをこう振り返りながらだ、なんかこう実況していければみたいなこと思ってたのにさ、ふっかり、すっかりもう、まあ、特にこのオールスター飛ばしていこうか、とか飛ばしていこうか、今回は。それよりもペナントの方が気になるから、なんなら敵チームのやつを使い潰そう。よし、大塚近鉄の先発ピッチャーがおらん、誰も。いや、松坂大輔でしょ。見やすくなりましたね、見やすくなりましたね、強っ。やっと環境整えたよ、やっと。なんかこういう風にこのドリームキャストを綺麗に映せるようになったっていう、そのための設定がすっごいめんどくさい。なんかアマレコ TV ちゃんがあんま動いて、うまいこと動いてくんなくてさ、なんか、いや、このスタイルはちょっと通常とは、普通の人の実況のスタイルちょっと違って、あくまでも、どれがいい、こっちかな、お気楽 TP なんですね。デスクトップを取り込んでるからなのかな、パソコンとか、そのパソコン上のデスクトップ画面をキャプチャーしてるわけですね。ちょっとずらすとまたずれたりするんだけど、そのキャプチャーしてる位置がね、そういうことがあるんだけど、普通実況とかをしようと思ったらあれなのかな、その PC 画面じゃないよ、なんかゲーム画面だけキャプチャーするのは普通なのかな、その辺があんまりよく分かってないままやってるっつう感じだね。ジェット風船、民度が甲子園並みになる。早速ちょっとまったりと焼きつくを楽しんで、しかしここまで設定するのほんと時間かかったよ。いやよくねえな、ささっと設定できんだな、こんなにいつまでやっても VTuber にはなれませんわ。こことかにさ、なんかこうキャラクターを出したいんさ、こことかに動く、口が動くよ。それやろうと思った時どうすんだろうな、何もわからん状態で突き進んでいっても形になるんだろうか。当たり前のようにその辺の人たちが VTuber とかさ、ゲームの実況とかゲームの配信とか生放送とかできるようになるわけじゃない、やってるわけじゃない。そういうの見るとさ、多少なりともパソコンに覚えのあるアザラシがさ、今一人称なんていうかもやったがさ、全くなんかこういうのでこう立ち遅れてるっていうのはいかがなものかって、その辺のなんかこう裏若い女子とかがさ、普通に当たり前のように使いこなせてる、このパソコンのなんか設定やら、まあ、なんたらチューバーに限るよ、 VTuber とかに限るよ、にもかかわ深刻なスランプ、小川さんにもかかわらず、俺みたいなのがさ、なんかこう
もう一つこう使いこなせてねっていうのは話してどうなんだって思いますね。フロストって何、いつ取った、いつ取った、フロスト伸びそうではあるよね、フロスト。まあまあ的山獲得とかいう鬼畜な職業だ。この辺はそろそろ上げたいけどな、まだかな、まだでしょうね。まあまあしっかり練習しながらも伸ばしていく、しっかり練習しながらも注意を順位を落とさない。平下獲得はまあ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 かな、じっくり見ていく。久しぶりのゲーム画面だからついじっくり見ちゃってるね。清宮どうなんだろうな、長打 B まで行ったら、長打 B まで行ったらコーダー上げたい、コーダー上げていきたい。清宮ってさ、これあの守備と補給 B だったっけ、いつの間に B まで上がったの、最初から B だったっけ、 C、 いや分からん、今最初の動画 見返してみるとちょっと何とも言えないけど、なんとも言えないけどね。よし、さあどんどん投げ出していこう。もう勝たないといけないから、勝たないといけないから、勝ちに行くから。矢野優、いやー難しいですね。矢野投げさせても勝てるとは思えないんだよな。あ、原田で勝った。全然性能的には大したことないからね。正代行こう。よっしゃ、3連勝。打たれてるね。打たれてる中でなんとか勝ちを拾ってる。野球の話をすれば、していった方がいいね。あ、でも、今することか、それは。まあ、今することかな。動画の冒頭とかにすればよかったね。今ちょうどなんかプレミア12が始まるかなんだかね、練習試合を今日してましたね。アメリカ対カナダの試合をしてた。まあどうという、アメリカ対カナダって言ったか、日本対カナダね、沖縄で日本対カナダやってたけど、いやーまあこういうのどうなんだろうなって思っちゃう。熱があんまり入んないな。うわー、負けた。ラリー投手はこういうの取ってんだ。そうそう、いろいろ取ったんだった。これで打たれる、このピッチャーが打たれる、このフォークとシンカーのこの変化球を持ってるピッチャーが、わからねえ。焼き作ってもんがわからねえ。やばれ、次は清水だな。左がイエー、遠のく近鉄の背中、ただただ近鉄の背中が遠い。なもんで野球はね、まあ、日本シリーズがね、まああんな感じになっちゃって、あ、100打点超えた。巨人がソフトバンクに対して4連敗と、ソフトバンクの強さを知ってる者からすると、オフというかシーズンが終わってペナントが終わって完全体となったホークスの強さたるや、まあそりゃそうでしょうよという気もするんだけどさ、これ小笠原本当に調子悪いのかな。3割7分打っとるんだか、3割7分打っといて調子が悪い。よし、行ってくれ。よし、ナイスラリー。そしてここに岩本を追い込む。ダーン、よっしゃ、3連勝、1勝2敗3連勝、トータルで見ると7勝2敗。悪くはねえな、全然悪くはないが、しかし遠い近鉄の背中、強いな近鉄が。とりあえずこれ今焼き付くない的には8月なので、まあ8月久しぶりに人事で
日ちょっと新人の様子を見てこよう。ドラフトあれか、ドラフトの新人はずっと探してんだったっけ。ヒロかな。ちょっと今年指名できるの広岡じゃない、島田。逆指名することじゃないよね、あの島田に関して言うとね。新人のピッチャーあたりをちょっと全国を範囲にして、とりあえず球速い選手がいいな。快速球投手で、である程度、あ、や、まあ、スライダーがあればいいんじゃない。スライダーはあるでしょ、まあ、フォークかスライダーだな、まあ、フォークで、球速くてフォークがあって球威があるピッチャーちょっとお願いします。探してきて。そんなにあの多くを求めない。あ、でもサイドハンドもいいな。そんなに多くを求めない。ただあのあまりに今年の指名が、うい、誰か新庄が1ヶ月致命傷でしょう、これはうちのチームにとって。練習がハードすぎるんだ。分かっちゃいるんだよ、そういうことは分かっちゃう。ただまあ仕方がない、育てながら伸ばしながらやっていかないと。 DH クロスト、それ本当にいいんすか。そうねただ一つ、その守備位置がセンターをバンドはさすがに頭おかしすぎるでしょ。これで行くしかないね。勝てん、これじゃ勝てん、これじゃうちのチームは勝てん。打順変えて守備位置をオバンドと、これであと1人、佐々木、清水、オバンドと清宮の位置を変えて守備を、オバンドがレフト、レフトが、え、これねんか、やっぱレフトがオバンド、ライトが、そう、センターが坪井、ライトが片まま、まあ、片で弱いな。これでいくしかないね。フロストがちょっと活躍してほしいな。フロストどうだ？打撃成績フロスト。勝ったが、5打数2安打。まあ、まだな。新庄1ヶ月怪我か。厳しいね。でも多分このゲーム、あの動画で見たらすごい、あのすごい違うと思う。すごい違うと、今までのシリーズからいくと要注意です。個人の扱いに関することで選手なんて不満が、え、ちょっと練習がハードすぎるですか。センター坪井、レフトライト、いや、レフトかな、レフト稲葉、ライト平下、これでしょうね。新庄はいないだけでこんなに弱くなるか、うちのチームはっていう。個人の扱いな。9月に入ったら少しゆったりモードで行こう。うん、ちょっと練習の強度を落としていこう。遅いかな。よし勝ち、次正田、よし勝ち、次岩本。なんでそこで負けるんじゃ、といいな。近鉄の背中はリアルのペナントもこんなんかな。5ゲーム差とか全然縮まらんぞ、強いチームとの、上のチームとのゲーム差って全然縮まらんな。怖っ。
全然野手を見つけてきてくれない。近鉄か、違う、近鉄じゃない。近鉄の試合を中継していくか。勇気かな、怖いわ。もう負けられない。一戦であっても負けられない。矢野で勝てるか、冷静に考えて。あ、勝った。すげえな、近鉄が全然落ちて、これ全然。今のこの最下位じゃないにしろホークスから、こっちがホークスに2勝1敗していて、次のカードでホークスに対して3連勝してくる近鉄、そりゃ追いつけんぞ。近鉄強、なんだこりゃ。あ、この時代の野球だからね、プレーオフじゃねえわ、クライマックスシーズンなんてないからね。負けたらもう負けよ。いやー、ここだ、これだ、これがまさに天王山、負けられない。ここで山田使っていいか、使おう、最終。うぃー、よし、誰が打ってる、うちのチーム、坪井、小笠原、オバンド、清宮は全然打ってない。あー、やっぱ平下がまあまあ打ってるな、引き抜いただけのことは。相手はどうなん、ヴィンセントはどうなん、全然打ってないけどな、全然打ってないから、これで、清水か矢野かだな。清水行こう、勝ってくれ。うわっ、これで矢野か、いや翔太、矢野だな、いや翔太かな、翔太、いや調子から言うとこうだな。でこれか、よし行くぞ、負けられない戦いがここにある。いや久々に時間の長い動画だな。最近よく VTuber とか折り出しな方とかの動画見ると、いやもっと頑張んなきゃなって思うわ。実況っていうか、その YouTube という文化に対してもっと前のめりでさ行くべきだなって思ったんだけど、その中でやっぱね、彼らというか VTuber とか折り出しな方とか、やっぱこのうまいことをよく考えて見る人のこととかを考えてたりする、見る人が、まあ、どれくらいで見ればいいのかとか、どういう人たちが見てるとか、その中で考えたらね、40分ダラダラくっちゃべるような実況はねやめなくちゃいけないんだよ本当のところ、まあ、VTuber とかのさ配信とか見ててさ、配信じゃねえや、動画とか見ててさ、30分40分ないもんね普通に。それ生放送の勢いだもん。これすごい長い時間見た瞬間にほとんどの人たちはもう見ないよ、うん、やっぱりそれはそう思うので、うまいことやっていきたいなって思う。ほんとこうカットを駆使したり、ただ試合はこうやってダラダラしてるのを見たくもあるから、ダラダラ試合してるのを見たくもあるから、まあ、カットできる部分をバシバシカットしていくっていうことを心がけていくってことですわ。ただこの試合は勝っていきたい。盗塁だ、稲葉で盗塁だ。ヴィンセントの肩は弱い。嘘だ、ヴィンセント肩弱いから放出したんだぞこっちは。こっちとら乗ってる、これね成功、もうやめた方がいいね。まあ、まだ2回だから。まだ2回。おー、野口、バントかな？いや、転がしたね。いや、長打狙いだね。9本打ってるからね。長打狙っていくか、いきましょう。よし、盗塁だ。
鳥ゼゼゼガヒデも盗塁してるから。お。キャッチャーの肩が弱いと無理や。そしてこの完璧なバント、これが名将アザラシ監督ですね。監督っていうか GM、 社長 GM だけどね。これ坪井は転がせでいいと思うんだよね。別に外野フライとかそういうバッターじゃないから転がせでいいと思うんだよね。いやー、外野フライでした。いや、完璧完璧、全然 OK。 ここの犠牲フライは何一つ悪くない。で、小笠原の一発。清宮シリーズと目打ってここまで実況してるけど、今季の清宮どうなのね。もう終わっちゃったよシーズン。ほどほど活躍しとらん清宮。行ったんじゃないか。あ、行ってはないが、いいですね、いいですね。これで金子誠、ちょっとこの打線3番がヘボいね。プレミア12でバッティングコーチだかなんかやってる金子誠ですが、金子誠がなんか3番打ってちゃう、そのチームはダメな気がする。勝てるチームではない。あんまね、守備の人だからね、金子誠はね。マックはね、あんま守備の人にね、これは歩かした方がいいでしょう。もうささっと、もうノリさんはもう勝負してはいけない。清宮が、まあ、まだ3回終わって、そして3回終わってまだリードしてるという状態で、悲観的になることは何一つない。よしよしよし。いや、どこまで投げさすかな、これは。そして田中健介、あ、いいですね。スリーベースまではいかないで、坪井のバッティング見ていこう。ワンストライク、ツーボール、ツーアウトでランナー二塁に田中健介を置いて、打席にはツーボール、ツーストライク、ツーボール、フルカウントになって、さあ最後の1球、タバタの、これもランナー自動スタートで、ファールかな。で、じゃあここで決まるか。だあ、SFF だった。最近 SFF っていう、スプリットフィンガードファーストボール。あ、まあ、スプリットっていうか、最近は。そうやな。SFF とは言わないな。なんでその名前がいろいろ変わっていくかなって思って。田畑勝也。さあ、清宮はもう長打狙い、よし、行ってくれ。いや、結構立派な成績よ、これ。言うて結構立派な成績だよ。2割6分4厘、23本、69打点。これ2割、いや、十分だな。翔さん超えてるやん。いやー。清宮と心中する気か。だ、5番がしっかりしとる。うちのチームは5番がしっかりしとる。清宮という未熟な4番の、それ5番とかそういう打者がしっかり固めてお膳立てして、いいですね。平下がいい。もう普通に打ってもらおう。バンと普通に打ってもらってよかったのに。さあ、坪井だ。いや、いいですね。坪井は素晴らしい。前川走って、ランナー二塁に置いて、小笠原。いやー、すげえなー。3割7分5厘。
これセンターフライだね。足止まって、もうこの時点で足止まってる。ああ綺麗だな。すげえ綺麗だな。ねえ、これが当たり前になるんだろうけどさ、いずれ当たり前になる、意識の中で当たり前になっちゃうんだろう。いや綺麗だわ。初めからこれぐらいの計算で焼き付くやるべきだったな。ピッチャー変えまーす。ここら辺で桜井、そして一番信頼のおけるピッチャー桜井。いやー左左か、ピッチャー変えよう。左左なので原田。ここでピッチャー交代で、左右病と言われても致し方ないかもしれない。しかしまあそういうもんでしょうね。左右病ということを利用、マウリッシオ中村、いやノリさんに打たれてもいいね。これは打たれてもいい。ただしローズと片岡には打たれてはいけない、そういう対戦づき、そういう言い訳づき。いや近鉄強いわ、土着層強いわ近鉄。もう逃げ切りの体勢に入ってうちのチームから4点奪ったか。清宮な、打ってほしいな、かっこいいところ見せてほしいな。ああ三振。うちは5番がしっかりしてるからね。清宮は何のその、5番がしっかりしてる。5番、うちはおバンドがしっかりしてる。投げた、見送ってボール。さあ次もう一球バント、これは完璧完璧。一塁へ送球、ね、バントが強すぎる。セーフティーバント成功。ゲームバランス崩しとるもんな、このバントの成功率の高さが。よし走るぞ。そのために走るためにトレードを敢行してるわけだからね。うちのヴィンセントというね、弱肩の弱い肩の子捕手を送り込んで的山を強奪して、いいんじゃないですかこれは。ヒットではいいですね。近鉄をメタメタに打って、メタメタに打って、まあ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 こんなもんじゃない。強い、一気に7点、強いわうちのチーム。原田ここまでかな。歩かしたちょっとここからピッチャー変えましょう。ちょっと体力的な問題は立山で、いやうっそだ、打たれるバッターじゃないんだよな立山。打たれるピッチャーじゃない、打たれるような、うわー嘘だ。いやまあでもまだ3点取られただけだから大丈夫っちゃ大丈夫。これ清宮のダイソーだそう、いや走らそう。あダメだ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 、遅い遅かった。いけるか、右へ、よしよしよし。いやー左かな、前だ、ダイソー前だ。足のスペシャリストは、ね、いいよね、そういう存在が。ストレート、うちのチームにも石本ってのはいるけど、もっと早くしたいな。見送ってボール、ルイ出たら絶対盗塁成功するようなやつが欲しい。フライが上がった。まあ石本のね総力はもっと上げればいいだけなんだけど、ね、コーチがダメだな、もっと足の速いコーチを呼んでこないと、もっと総力上がっていかないわ。シュートとかね、石井、あ石井じゃない、
鈴木孝則、孝則、高吉、見逃してストライク、鈴木孝、高吉、バッと振ってない、振っていません。あの巨人のね、あの不倫、不倫かな、不倫、不倫、不倫男、盗塁のダイソーのスペシャリストとか、うんたら、うんたらかんたらダメってみたいなね。ダイソーのスペシャリストって足の速い選手をこう一人持っておくとね、足の遅いけど出塁率の高いような打者が塁に出た時に即ダイソー、そして盗塁で帰ってくるっていうかっこいいコンボが決める。勝ちました近鉄に、3勝した2勝1敗ですね。ゲーム差を1つ縮めることができたんじゃないでしょうか。あと20ゲームぐらいで近鉄とのゲーム差を4縮める。残り近鉄と何試合あるかにだいぶかかってきてるね。これはこれ以降ずっと近鉄と戦うだけのだけになるかもしれない。じゃあ今日4週後半だからここまでか。ちょっと情報であれ見ましょう。あのカレンダーをね、スケジュールで、あーこれ次オリックスだね。で9月にあると近鉄戦が 1,2,3,4,5,6 ゲーム近鉄戦がありますね。ただしあ、違うただし9月で終わるんで、あーなるほど、9月に入って一番近鉄とのカードが組まれてるんで、そこでどうなるかだね。9月はちょっと目が離せないかもしれないです。ということで今日はここまで。お疲れ様でした。ほなまた。